6月17日のケリヒメスイーツ。さあ、木曜日の更新で何が来たかな。メカ姫、あ、ジューンブライド系じゃない。これはプレチケ買った時の特典系ですね。来ないですね、意外とジューンブライド系。メカ姫かっこいいな。忍者の新覚醒、歌舞伎もの、お、新覚醒か。昨日なんて言ったっけ、覚醒系がなんか1個増えるかもって予想したけど外しちゃったな。また新覚醒か。大見えを切って敵全体にダメージ。プレビューの方から見ていきましょう。チャレンジ待てばもらえる報酬系で、まあ、ローテンション系で、あ、でもこれは初か、それでも、うん、まあ、支援をまとった強敵、高値で売れるね、ドロップアイテムが来ますと。運試しだ、やだな。運試しあんま好きじゃないんだよ。簡単だけど時間かかるし。お、強化費 50% オフ、ありがてえ。で、スペシャルボスの、うん、ドロップ率がアップ。乱入ボスの出現率もアップと、いいっすね。探索イベント、ババラアイスを拾ってくる。ドッキードッキー宝船。外しましたね。助っ人に表示されるフレンドとの冒険者の範囲を調整。レベル800以上の時に助っ人に表示されるフレンドの出現時間と、900以上の時に助っ人選択に表示される冒険者の数を、冒険者がノラってことかな。うん。光エレメント、ゼルの情報。へえ、ジョニーの方は？ゼルも作んなきゃな、途中で。うん。素材集めて途中で放置しちゃってるから。6月17更新で青箱の方っすね。うん。名探偵とか借りて刺しておかないと。覚醒、これはまあ新覚醒のあの話でしょう。なるほど。そして無料ガチャ、これはなんだ。お、突撃隊長のじゃないですか。突撃隊長持ってなかったからありがたい。まあでも今は、でもどうだろう。まあまあ、結構使える方ではあるんで、うん。最近の強キャラに比べるとってところはあるけども、十分使える方ですね。新、お箱、花戦。敵全体にダメージ。だから、どの位置からでも敵には当たるってことかな。ただ、コインの王冠の獲得が、うん。本当、敵の近くじゃないとってとこだろうね。オーバークリティカルが入って、必ず有利属性で攻撃。うん、属性関係なし、いいね。復活能力、ハートを10回分まで減らす。黒衣の効果により6回まで復活。へえ。耐久性もできる。タップスキルを発動するたびに、2追加、死なないじゃん、もう。ヒット数が多い強いやつの攻撃は、さすがに、それで死んじゃうかな。復活能力持ってないやつに対しては、攻撃アップがかかり、シールド解除、会心ダメージ軽減する敵でも、つまりオーバークリティカルがそのまま入る。反射無効、呪符は？呪符はさすがに入らないか。呪符無効はないようです。特殊能力、新占領役者によって、コインを獲得するほど攻撃力がアップ。へえ。まあでも上限はあるだろうね。歌舞伎物をパーティーに入れていると獲得コインがアップかな？うん。ほうほうほう。まあ、敵全体に攻撃してくれるから、で、属性とかも関係ないし、うん。周回には役立ちそうだね。単純に強いだろうし。10回までね、突破するから。さあ、じゃあ、新規のステージで、運試しと、あ、支援をまとったなんやかんやは、うん。新規のステージか。プレイ試験もらえるからありがたい。じゃあ、メカ姫やりましょう。よし、新歌舞伎もの早速使ってと。メカ姫。この若干姫が一コマ目の、はって若干切れてる顔いいっすね。あー、かっこいい。この二コマ目のドコーンバコーンしてる姫、メカ姫の顔がいいっすね。で、新規の4コマも追加されてと。ただこれ敵全体、うん、獲得コイン1万枚か。敵には当たるけども、
ああ、でも結構範囲あるな。どんくらいなんだろう。ちょっと初期位置から打って、その、ヒット数のある、ヒット判定のある敵から上下左右幅があるってことかな。それかもしくは、もうそもそも敵全体とは言うけど、フィールド全体が範囲ってぐらいには取れるね。めっちゃ役立つじゃんそれ。で、1ステージ目なんで敵が弱すぎて、真核性歌舞伎者の進化がまるで発揮できない。メカ姫合金。メカ姫作らなきゃ。メガ姫を撃退。すごいな。なんか今回、姫の表情がすごく多いね。この3コマ目も、3コマ目のさ、じとめの感じもいいっすね。いいっすね。画力がどんどん上がっているのか。昔の姫はこんな、表情豊かじゃなかったぞ。大冒険の始まりよ。いやー、楽々ちんちんっすね。復活持ちではあるけれど、主人公どうしようかな。せっかく手に入れたから、レア度はそんなに高くない武器だけど、突撃隊長になっとくのはありだね。突撃隊長も便利だからね。この王冠の形に王冠がね、あとどうしようかな。運試しステージをやるかどうか。やっときますか。お楽しみスロット。そうだそうだ。アップデート。うん。した後は、バージョンがアップデートした後は、なんか一戦やると必ず、このお楽しみスロットがと。メタグリとか、いい感じのものが手に入ります。いいね、KP の効果のやつ。成功率 30% アップのやつもあるし。ほんとここはね、どぶらないいいガチャですよ。じゃあ、運試しを一発やってみますか。プリンセスオーダーがあった方が便利なんですけども、どうしようか。一応、借りてやる？俺の服装も変えないとだね、そうしたら。俺の服装って言っても、これじゃないですよ。姫の方ね。プリンセスオーダーつけてる人が意外といないな。意外といないな。もう適当なとこで入っちゃうか。ああ、全然いない。それか、でも更新挟まないとかな。自分がつけて、で、助っ人 NPC 借りれば、そしたら、うん。やーい。全然いなかったね。よし、じゃあ、突撃対象、飛行士の覚醒ですね。だいぶ遅れてたけど、装備、覚醒。で、スキルの、レベルを上げてやってと。 50% オフありがてえ。結構お金かかるからね、スキル上げるのにも。ただレベル5にしなきゃ6に使えないんで。なんか降ってきてる。何これ。まあこの上のあたりを狙って、王冠は多分1個以上取れば、どのランクでも1個以上取ればミッション達成にはつながると思うんで。惜しい。今この、うん、左側の雲にも当たってもらえれば。で、ここはナビチケを使った方がいいんですが、使い忘れましてと。あーれー。
突撃隊長、そこら辺落ちてたの落ちてたっていうか、下に床あるんだ、これ。攻撃しないでいいから、邪魔になるからね、逆に。これ、岩にぶつかると、その場で、あれかな、ダメージを食らって死んじゃう？もしくは、お、よーし、ナイス、ジョニー。もしくは、当たり判定が変わって、別のとこに吹っ飛んでいくか。なるほど。いや、でも、めんどくさいステージだけど、ちょっと変化があってよかったですね。支援をまとったなんちゃらはとりあえず、また今度にしといて、今日はこれぐらいにしておきましょう。また明日。